熱海市で起きた土石流災害の原因追及のため、熱海市議会が百条委員会を設置する方針を固めたことが、関係者の取材で分かりました百条委員会は、地方議会が地方自治法に基づき、臨時に設けられる組織で、直接自治体の事務について調査する権限を持ちます。関係者にによりますと土石流被害を甚大化させた盛土について 熱海市の指導が適切だったかどうかなどを調べるために市議会が委員会を設置する方針を固めたことが分かりました百条委員会の設置については市議会の9月定例会でも審議しましたが公文書公開による市からの調査報告を待ってからでも遅くはないなどの反対意見が相次ぎ否決されましたしかし市からの調査報告が不十分との判断や 被害者の会から百条委員会の設置を求める動きがあることから、改めて方針を決めたとみられます。議案は来週、市議会運営委員会で検討され、11月臨時議会で正式に議決される見込みです。